失礼します。佐世保市立丹南中学校の中森です。よろしくお願いします。研究テーマの方ですが、えっと簡単にざっくり言えば予習の習慣化を目指した授業実践をしようという具合に考えています。課題制定の理由なんですが、えっと本校生徒の実態はこんな感じでした。 でそれぞれの生徒の学びの方なんですが学習内容を納得するまでには固有のの学びの時間があると思っていますで全ての生徒が分かったと思えるような学びをするためにはこの固有の学びの時間を保障してやればいいわけですが現実の問題としては難しいと思っています。が えー、予習の習慣化ができれば、えー、改善の一つになるのではないかと、えー、そのように考えました。したがって、えー、予習をして授業に臨むことができれば、えー、主体的な学習態度、えー、学習の定着度も高くなるのではないかというアイデアのもとで、えー、反転学習を導入しました。 まずは市内のご中学校で共同して取り組めるシステムづくりを目指しました各中学校でホームページに動画を上げますでれれこうやってできた予習動画の方は共有して市内の中学校の先生が閲覧できるようにしました そういうい計画を考えましたでと動画の方は篠、えー、山市の教育委員会 ICT サポーターを中心に、えー、一括管理をします。で丹南中学校の方での取り組みですが、えー、ご覧のとおりです。えーえっと、一番の えと予習動画を自作することは大変なんですけれども、えー、著作権フリーになるというところが、えー、大きな利点だと考えていますで成果の方なんですが、えー、生徒の方の4番予習をすればするほど復習もするようになっているというのはちょっと意外な結果ではありました で生徒の感想の方なんですが、えー、余裕を持って授業が聞けると集中できるとよく分かったように思う、えー、むしろ先生より生徒の説明の方がよく分かると、えー、いうことですね、えー、でそれから一番最後のものなんですが、えー、新しいことを先生に一方的に初めから教わるのはつまらない。 新しいことはまず自分で探ってから授業を受けた方が楽しいこういう生徒が出てきましたでと現在の高校1年生の学年になりますが3年間の定期テストの追跡調査がありますのでこれをご覧ください度数分布ですまずは1年生のところですね1年生の1学期ですでと 1>, 2年生1年生の3学期から2年生の1学期この時は予習プリントを使って授業をしました2年生の2学期ですね予習プリントと予習動画で授業をしていますでこの年度から特別指定研究をいただきましたで予習プリント予習動画生徒の活動を中心に 授業を行いました2年生3年生の2学期なんですがちょっとここだけ分布が崩れてしまってもうちょっとこうどうなぜなのかというところは考えたいところではあります。で課題と計画にはなりますけれども本校は予習動画などは全て自作を基本にしてますので効率的な 動画のの作成の方法論とといいうところは大きなな課題になっていますまた市内の共有システムの運用の方なんですが今現在篠山市教育委員会を中心にシステムを構築がほぼできています早ければ2学期から運用開始の予定になっています。 本校、丹南中学校だけではなく、笹山市内5校で同様の取り組みができるよう、今共通理解を図っているところです。以上で中間発表終わります。ご静聴ありがとうございました。